はい、ゆめです。こんにちは、どうも。はい、今日は2021年の11月25日です。はい、今日ですね、東京ディズニーリゾートの方からね、どえらい発表がありました。はい、来年1月から3月までですね、はい、ミニーのイベントやります。おー、びっくりした、これは。はい、ミニーマウスの多彩魅力が詰まったスペシャルイベント、トータリーミニーマウスを東京ディズニーリゾート初開催と。で1月の18日から3月30日までということで、はい、こちらさっき発表ありましたので、こちら詳しく紹介したいと思います。いや、驚いたねこれね。はい、まずはですね、これブログの方で概要アウトラインバババッと紹介しますね。はい、こちらブログですね。1月18日から3月30日とで、東京ディズニーリゾート初開催、これがですね、東京ディズニーリゾートでってなってるところがミソで、これどういうことかというとですね、はい、これ読んでいくと、これですね、トータリーミニーマウスっていうイベントでランドとシーくっつけて合体してやるんですよね。いやー、これ驚いた。クリスマスとかハロウィンとかイースターで、あのね、全体的なディズニークリスマスとかディズニーハロウィンって言ってランドとシーでそれぞれプログラムをやるっていうのは今までありましたけど、こういう単独のね、なんかパーク独自のこういうイベントでランドシー合体してやるっていうのはこれ初めてですね。でですね、これ72日間あって結構長いんですよね。そこも嬉しいですよね。ハロウィン、クリスマス短いんでね。でですね、これリリース読んでいくとね、興味深いのがですね、これね、って読んでいくと、このね、はい、約2年ぶりとなるスペシャルイベントの開催を東京ディズニーリゾート全体で盛り上げますっていうこの一文ですね。2年ぶりとなるスペシャルイベント、これどういうことかっていうと、これね、今クリスマスやってるし、ちょっと前もあのハロウィンとかありましたよね。でもあれってね、クリスマスのプログラムとかね、ハロウィンのプログラムとかね、そういう扱いなんですよね。なのでイベントではないんですよね。で、2年ぶりっていうことで、これ2年前のですね、あの2020年かな、このコロナがね大流行する直前のこのベリーベリーミニーと、それからピクサープレイタイム、はい、あれがですね、2年前の2月29日にね、打ち切りになってしまって、それ以来ってことですよね。で、これね、やっぱりベリベリミニがやっぱりですね、中途半端に終わってしまったので、なんかね、これ裏とかね、なんか闇というか、裏ではなんかね、ベリミニ2みたいなね、なんかそんな感じもしますよね。僕も動画でですね、前チケット発売の時にですね、1月にベリビニ2とかあるんじゃねえなんていう風にね、一部ツイッターなんかで噂があって、いや、そらねえだろなんて言ったら、まさか本当にこういう似たようなイベントやるとはね、思わなかったですね。いや、びっくりしました。はい、でですね、ちょっと中見ていきますね。はい、まずですね、これランドとシーでこれまでパークを彩ってきたショーのコスや音楽に合わせてゲストに挨拶をする、はい、ミニープログラムですね。ミニーファンドフレンズのグリーティングパレード、トータリーミニーマウスと、あとこれ、ランドね。で、シーの方ではミニアンドフレンズのハーバーグリーティングがあると。はい。で、しかもですね、このミニパレードと、それからこのハーバーグリーティング、それぞれ期間中ですね、3回にわたってテーマが変わると、最近これ流行りですかね、3回にわたってテーマが変わるって、これ。2年前のベリミニもテーマ変わったし、で、今やってるクリスマスもね、テーマ変わるので、いやー、これもオタクホイホイですよね。はい、でですね、これね、スペシャルイベントに合わせて、色とりどりのコスに合わ、ミニマスね、スペシャルグッズが出ますと、で、フードも出ますと、はい、いろいろ出ますって書いてありますね。じゃあ、具体的にもうちょい見ていきますね。はい、まずランドの方いきますよ。ランド、これですね、ランドはミニ&フレンズのグリーティングパレード、トータリーミニーマウスと、でパレードルートですね、1日1時間25分フロート1台なんですよね。やっぱこれ1台なんだね。これなんとか2台してくんねえかなと思ってね。でですね、これランドのミニパレード、これ期間中3回変わります。これがね、なかなかやっぱ懐かしいというか、おおって感じなんですよね。まずですね、1月の18日から2月の13日まではこれね、ミニ用ミニーの音楽やコスチュームで登場すると。で、キャラがですね、ミニー、ミッキー、ドナルド、グーフィー、そしてチップデールって書いてあるね。お、チデが出ますよ。
今地デってねランド本当に会えないんですよ。グリでもほとんど出ないし、昔いたんだけど、あのウエスタンリバー鉄道にちょっと出るのと、あと最近復活したイーパレンやっと出るぐらいで、はい、これ地デファン嬉しいですよね。はい、こちらミニパレードに地デが出ますね。でこれ2回目、パターン2、これね2月の14日から3月の1日、これはですね、プリンセスデイズに、はい、登場した音楽やコスで登場すると。はい、これですねプリンセスデイズもですねいろんなバージョンがあるんですけども、はい、これはですね後でグッズの方に、ね、出てますので、それを紹介しますね。で2つ目のパレードのはね、あのプリンセスデイズっていうことで、これ懐かしい、あさっきのねミニオンの忘れた、ミニオンミニっていうのはですね最近ねパークにハマった方はわからないと思うんですけども、これはですねこのアドベンチャーランドステージでやってた、今あれかシアタオリンズかシャドウリンズでやってたですね、2004年からですね約14年ぐらいね、ロングランでやってた、いや違うな、18年かな、2004年に始まったので終わったのが2019年に、14年ぐらいかな、はい、続いてたすごいこのなんかラテン系のショーがあって、はい、めっちゃ人気あったんですよ。でそのコスチュームと音楽で登場するってことね。で2回目がですねこれプリンセスデイズっていう、そういうイベントがありました。これはですね冬に行われてた、すごいあのプリンセス、女の子は誰でもプリンセスになれるのよみたいな感じで、そういうちょっとねエレガントな、そういう王女様をテーマにしたそういうイベントが冬限定でやってました。2005年6年7年ぐらいかな、ランドの冬でしたね。はい、その時の音楽とコスで登場すると。でこれがですねミニー、ミッキー、デイジー、クラリス、マリーと。おー、マリー懐かしいですね。このプリンセスデイズはですねこのマリーが登場したんですよね。ミニー、デイジー、マリーだったんですよ。当時はまだねクラリスがそこまでねガールズのチームがなんかなかったので、当時マリーでしたね。懐かしいね、マリー登場するのね。はい、でパターン3が3月2日ミニーの日からですね、はい、3月30日まで、これはですねディズニー夏祭りに登場した、はい、この音楽やコスで登場すると。でこれがですね夏祭りっていろんなバージョンがあって、このね総領コブとかね画領軍部とか裁量カブとかあるんですけども、今回ねグッズを見るとですねこれね2016年版の裁量カブなような感じがしますね。はい、これも後で紹介しますね。はい、なのでこの70日間ですねこの3つに分かれてそれぞれこのはいの衣装と曲で登場すると。なのでこれイベント中最低3回来いと、はい、そういうことですよね。おおー、はい、そしてディズニーシーの方もですねこれハーバーグリーティング、はい、やっぱこれもね期間が3つに分かれます。はい、これもですね1日2回、約10分間船1隻と。でやっぱりねシーに登場した、はい、シーにゆかりのある、はい、ショー、それからその衣装曲で登場するっぽいですね。はい、まずですね1月18日から2月の13日ですね、このテーブルズウェイティングの音楽やコスで登場すると。はい、これも懐かしいですよね。テーブルズウェイティング、これはですねアメフロのですねドクサドステージで開催されていた、2010年ぐらいから2015、6年までやってましたね。もともとはですねこのデリシャスデイズじゃねえや、アラカルトだ、アラカルトっていうイベントでやってたこの小さな期間限定のショーだったんですけども、これはですね10周年ぐらいから15周年ぐらいかな、はい、にかけてですね、でこちらがレギュラーショーでやってました。はい、テルズウェイティングの音楽やコスで、はい、このハーバーに登場するってことですね。おお、でキャラがですねミニー、ミッキー、プルート、ドナルド、デイジー、グーフィー、1で、お、すげえ、1、2、3、4、5、6、ビッグエイト全員だ。え、これあの船に8人乗るの？ちょっとすごいな、これ。船新しくなるんじゃない？これ。ね。で、パターン2がですね、2月14日から3月1日。これはですね、シーズンオブハートやバレンタインナイトに登場した音楽やコスで挨拶と。なるほど。これロマンチックなパートですね。やっぱバレンタインだからね。
はい、このねシーズンオブハートっていうのはディズニーシーで2004、5、6年ぐらいにやってたこの冬のイベントですね。あとバレンタインナイトっていうのは、ね、今のねブロードウェイミュージックシアターでこのバレンタインの季節にですね有料イベントでやってた、そういう甘いそういうねそういうなんかねあの生演奏のそういうショーがあったんですよ。もうカップル向けのそういう有料イベントがありました。でディズニーシーをね一旦閉園して、でその後ですねお金払ってミュージカル見に行くっていうね、そういうのやってました。これ10年ぐらいやってたかな。2008年から2018年ぐらいまでのバレンタインの季節毎年やってましたね。はい、でこれでハーバーに出ると、でキャラがですねミニー、ミッキー、ドナルド、デイジー、ダッフィー、シェリーメイ、あダッフィー、シェリーメイいるんだね。なるほどね。まあやっぱペアで出るってことだよね。で3月2日から3月30日、おおはじけるミニーのテーマにトロスプ帰ってきた、やったー。はい、トロスプの音楽とコースで出ると、でトロピカルスプラッシュっていうのはねこれもね30周年ぐらいかな、なので2013年ぐらいから4、5年夏の水ぶっかけイベントですね。今はですねゲットウェットって言ってこのパイレーツですけども、その前はですね2013年ぐらいから5年ぐらいですね水ぶっかけイベントがですねミニーのトロピカルスプラッシュってやってました。これがめちゃくちゃ好きだったんですよ。トロスプみんなでバーナーナーってやるんですよね。はい、これがですねミニー、ミッキー、ドナルド、デイジー、グーフィー、チップデール、クライス、あ結構これも多いね。あクライス出るんだ、1、2、3、4、5、6、7、これも8人ですね。おー、なのでハーバーショーで帰ってくるのはこのトロスプだけですね。あとはですねこのアメフロでやってるショーがハーバーでやるっていうねちょっと変わった感じになるみたいですね。はい、こうなります。なのでこれもう一回ランドに戻るよ。だからランドとシーでそれぞれ3つ3つでだから6つ6バージョンあるってことだよね。だからこれ最低でもこのイベント中ね6回課金して、これ年パスないから6回これ都度課金でチケット買ってインパークせなあかんってことですよ。これはもうちょっとオタクはこれも試されてますね。いやーもう、でも行くしかないよなこれはな。はい、まずはこのスペシャルイベント、このスペシャル、なんすか、エンターテイメントだ。はい、エンターテイメントはこれですね。はい、じゃあグッズいきますね。グッズはですねこれ連動してスペシャルグッズが25種類出ますと。で1月17日から先行販売ね。でここにね簡単な、まずは25種類のごく一部のグッズの紹介があります。まず縫い場ですね。はい、一番ドーンと出てる縫い場、これはですねバレンタインナイトかなですね。でバレンタインナイトはですね実は衣装が2種類あって、前期版後期版ってあるんですけど、これは後期版ですね。このピンクのドレスは後期版ですね。前期はねもうちょっと青とかピンクが入ってる、もうちょっとこういうなんかね虹みたいなね柄になってる、はい、そういう衣装でしたので、このミニは後期版ですね。はい、そしてさっき紹介した6つのショーの縫い場が全部これ復刻で出ますね。復刻なのかな、新規なのかな、作り直しかな。はい、これはね左上がこれプリンセスデイズですね。プリンセスデイズはこれ2007年版ですね。プリンセスデイズもねいろんなバージョンがあるんですよね。なんかピンク色のワンピースだったり、こういうね赤いの濃い赤いねあったりね。これは2年前やってたこのイツベリーミニーでもこの何リメイクというかリバイバルされた方ですね。はい、でこの右上はこれはですねテーブルですね。テールズウェイティングの右なんですけど、テーブルも実はね2種類のバージョンがあって、このもともとはねディズニーアラカルトっていうイベントでやってたこのショーで、ディズニーアラカルトの時はもっとねチョコレート色のねこのドレスにカラフルなドットがついたそういうチョコレートワンピースだったんですけども、これはですねこのテーブルはレギュラー版の衣装で、はい、どうやら出るようですね。なので縫い場もこのレギュラー版ですね。これは C 限定で売るのかな、そんなわけないよね。これがラウンドで売ったら面白いな。多分これ売るんだろうな、共通イベントだからね。
左下これ右を右にエンディングですね。これ右をもこれ後期版ですね。なのでいつベリーミンギの復刻があったやつですね。あの金コスって言ってね、なんか金のギラギラした衣装もあるんですけども、前期版ではなくて後期版ですね。下の段の真ん中、これ夏祭りですね。これはね2016年版の最良株ですね。はい、夏祭りもね、どの夏祭りか言ってほしいよねこれね。僕が好きなね、あの総領コブじゃないみたいですね。総領コブも2パターンあってであと画領軍部、裁量株とか、まあ、いっぱいあるんですよこれ夏祭り。あと山水サマービートとかいっぱいあるんですけども、はい、今回はこの2016年の裁量株みたいですね。で右下がですね、これはトロスプですね。トリックスプラッシュトロスプもですね、これ2016年版ですね。トロスプも後半はですね、なんか白いワンピースにですね、なんか赤い線が入ったのがあるんですけども、こっちの方が水玉で、はい、右っぽいですよね。はい、なのでトロスプ2016年版ですね。はい、なので今回このモチーフになっているこの6つのこのショーパレ、はい、この縫い場が出ますね。はい、詳しく後でまた紹介します。はい、そしてこういう実写グッズ出ますね。クリアホルダーセット、実写グッズもですねこれ以外もちろん出ます。でこれもですね、今回復刻されているこの6つのショーパレのこの衣装のミニですね。はい、これがで実写になって、これ面白いのはね、この撮影場所がですね、それぞれのこのショーパレにちなんだ場所なんですよね。これ面白い。例えばね、これ左上はこれ右を見るエンディングですよね。はい、なのでこれですね、シアターオリンズの横のこれパーティグラギフト、はい、どうやらこれ、ね、この辺で撮ってますね。ちょうどあのラプティートパフューミリーとかですね、クリサルアーツとか、あのあとはブルーバーユーとか、あのエリアですね、あそこで撮ってますね。で次が真ん中の段の上、これはプリンセスデイズなので、プリンセスっていうことで、これシンデレラ城のあのフェアリーテールのですね、あの上のホール、あの窓のところで撮ってますよね。で右上がですね、これは夏祭りで、これは裁量株。夏祭りといえばやっぱ城前で水浴びした思い出がね、やっぱ蘇りますよね。なので城前っていうことで、この城前で、はい、この裁量株のミニがこれ弾けてますよね。でこれ下の段は C ですよね。で C はですね、これ左下、これテーブルズウェイティングですよね。テーブルはですね、これドクサイドステージでやってたので、これ SS コロンビアの真ん中のこれ通路ですね。これはどこかな、これ2階か3階かな、はい、SS コロンビアの通路のとこでこれテーブルズウェイティングの右に写真撮ってますね。で真ん中の段の下、これはバレンタインナイトっていうことで、バレナイはですね、これブルデミュージックシアターでやってましたので、これブルデミュージックシアターの1階のホールのとこですね。この床とこのシャンデリアは、これはブルデミュージックシアターのあのホールのとこですよね。いや細かい。で最後の右下、これはトロスプですね。トロスプはですね、こうなんかトロピカルでフルーツのイメージが強いので、であのロストリバーデルタからみんながやってきたっていう、そういう設定なので、これはミゲルスのところで撮ってますね。はい、なのでこれ、この6つのこの実写のミニがですね、それぞれのこのショーパレがですね、その場所にちなんだとこでわざわざ撮り下ろしてるってとこが、これほんとこれ芸細かくて面白いですね。これは胸熱ですね。このショーのね、思い出が蘇りますよね。はい、これですね、この実写グッズ今回たくさん出ますので、またこれ改めて紹介しますね。はい、こんな感じで、今のがクリアホルダーで、これはポストカードセットかな。写真がこれでも1種類しかないんだね。それぞれのモチーフで 2,3 種類あったらもっとよかったのにね。絶対これもっといっぱい撮ってるはずだからね、もっといっぱい使ってほしいんですけどもね。はい、これ後で詳しく紹介します。はい、でですね、こちらまた2月3日にはミニマウスに桜をモチーフしたグッズや、あの桜グッズね、いや3月2日のミニの日もグッズが多数発売と。おお、なので追加で なんかね発売されるっぽいですね。はい、この辺までで紹介します。はい、そしてスペシャルメニュー、これが多いんだよ。はい、まずですね、これメニューがクリスマスが終わった12月26日から先行販売して、でスーベニア付きメニューが1月17日から、はい、それぞれ先行販売します。おお、クリスマス終わったらすぐ出るんかい。
まあフードはね入れ替えが多分ちょっと厄介で面倒だと思うので、クリスマス終わったらさってやっぱ入れ替えた方がいいんだろうね。はい、まずですねこちらいきますよ。ランドのセンタースルートコーヒーハウスでおしゃれなドレス姿のミニをイメージして、イチゴのモンブラン、イチゴのカスタードのタルトレットにマカロンついたグラスデザート、はい、盛り合わせデザート盛り合わせプレート、おお、あとはミニーのリボン、かわいらしいミックスベリーソーダフロートしたやつ、スペシャルデザートドリンクが発売しますと。あー、もうこれセンターセットコーヒーハウス、またこれミニーの要はスペシャルデザートが出るってことだよね。いやー、これ2年前の悪夢よみがえるな。あの食べきれないほどすごいドカ盛りのあのねスイーツありましたよね。今回はあんなに大きくないね、あの常識の範囲内ですね。はい、これドリンクとあのデザートのセットで1980円ね。これは食べたいね。お皿の中で可愛いしね。はい、まあ代表的なとこね、これも後で詳しく紹介します。他のレストランもミニのベースのねモチーフのメニューいっぱい出ますんで後で紹介します。はい、そしてですねこれディズニーシーのこのね今タイムツーシャインやってて、でディズニーシーの中ではね6つのレストランがこのシーズナルテイストセレクションって言って、なんか同じテーマでねなんか共演するっていう、そういうフードのイベントやってる最中ですけどもね、これまでねキノコとチーズってありましたよね。で今回はその第3弾としてこのミニーをイメージしたデザートが登場すると。でそんだけではなくって今回のテーマはですね各国の伝統料理と。なので6つのレストランではそれぞれ6つの国のおそらく伝統的な料理が出るってことだよね。でデザートなんでその世界中の国々のデザートが楽しめるってことだよね。例えばホライズンベイはオーストラリアの伝統菓子パブロバをアレンジし、わからん、パブロワ？オーストラリア？は？はい、例えばそういうことね。そういう感じであの6つのレストランで、はい、味も見た目もこだわったミニーをイメージしたデザートが出ると。はい、これがそのお皿それぞれ6個ですね。はい、これ後でまた詳しく紹介します。はい、あとバケパね、バケパはですね、はい、トータリーミニーマウスエンターテインメントプログラムを専用の鑑賞席から見れると。ランドはあれですね、ウォルト像の裏のとこでしょ。で C はあれか、カフェポルトフィーノのとこの鑑賞席ですよね。であとはセンタルトコーヒーハウスの あのデザートがついてきて、あとミニーとの記念撮影も撮れると。バケパどの衣装なんだろうね。これ6種類あったらすごいよね。6個コンプする人いるかもね。そしてディズニーホテル、これもですね、ですねアンバサダーホテルとランドホテルで、はい、のレストランで各店舗でミニーの、はい、あの多彩な魅力をテーマにしたスペシャルメニューが出ますと。エンパイアグリルはリボンやドットからあしらった華やかな前菜や C のテーブルズウェイティングのコスをイメージした可愛いデザートが出ますと。あと一部のメニューでは時期や店舗ごとにデザインの異なるオリジナルコースターをプレゼントしますと。でカンナではリボンやドット柄をモチーフにした前菜やデザートでミニーの買い出したランチコースのほか、陽気なミニーをテーマにしたスペシャルデニングをお楽しみいただけますと。おお、はい、ほんとだ。これ見て、エンパイアグリルのこのデザートが、これテームズウェイティングのミニーをイメージしてるよね。これあのミニーの帽子をイメージしてる。これはカンナ、陽気なミニーマウスっていうことで、これはなんだろうな、陽気なミニーだから、これはサイリオカブとかイメージしてるのかな。真ん中のお皿見るとこんな感じだよね。なるほどね。はい、こちらもまた後で紹介しますね。はい、そしてリゾラのこの見てくださいよ、このフリーキップめちゃくちゃかわいい。はい、こちらリゾラのフリーキップ出ますね。実写のミニーだよ、もう買うしかない。はい、こんな感じです。はい、アウトラインの紹介でした。はい、これアウトラインだからね。はい、こっからいよいよ踏み込んでいきます。いくよ。ほい、来た特設サイト。おー、ミニーがこうチュッて、ほら手をチュッとこうやってる。おー、このハートのアニメーションもいいじゃないですか。トータリーミニーマウス、
これね、日本語で言うとね、もう超ミニーマウスとかですね、もう全くミニーとかね、まあそんな感じですよね。まあ日本流で言うと超ミニーマウスとかこんな感じかな。はい、こちら行きますよ。もうこんなページ作ってたんや、いつの間にって感じですよね。はい、でですね、こちら面白いのがランドとシーとこれページが共通化されてんですよね。これが今までと違いますね。でまずランドのこのグリーティングパレードの紹介があります。はい、陽気なミニー、メイルミニー、情熱的なミニーということで、はい、こちらもさっき説明しましたよね。ランドの方は3つの期間に分かれて、はい、1月18日から2月13日と、で2月14日から3月1日と、で3月2日から3月30日ね、まあ、1日2回ありますと。はいはい、これもさっき言いましたよね。はい、まあこちらおなじみですよね。詳しくはこちらってこれタップするとですね、一度ショーンページに飛ぶんですけども、はい、まだ何にもできてませんでした。なのでまあこれまた後でまた紹介します。でディズニーシー、ほらランドとシー、これページ共通なんですよね。はい、シーの方で、ね、さっき説明した通り、はい、3つの期間に分かれて、はい、それぞれやりますね。はい、テルズウェイティング、バレンタインナイト、トロスプと。それでですね、これ見ていくと、特に今回観賞席でなんか抽選とかはないっぽいですね。今のところです。今のところ抽選などはないっぽいですね。一応この詳しくはこちら見てみようか。タップします。はい、見ました。一応ですね、こちらハーバーグリーティングトータリーミニマウスってなってますけども、一応ここを見るとですね、抽選とかそういうことは書いてないので、今のところ先着っぽいですね。はい、ショーパレに関してはまずここまでね。はい、グッズいきます。グッズがすごいんですよ。はい、ざっくり分けると、このミニーがね、魅力が集まったミニグッズと、あとポートレート風のミニマスク、次は実写ですね。左が縫い場で右が実写って感じですね。じゃあまずは縫い場紹介からいきます。これですね、バレンタインナイトのバージョンだけはミッキーとペアで出ますね。はい、あとはそれぞれミニー単独ですね。はい、もう一回改めて紹介しましょうか。はい、こちらプリンセスデイズ、はい、2500円、高っ、縫い場2500円、どんどん値上がりしてるな。はい、こちらもさっき言った通り、プリンセスデイズ2007年版ですね。はい、アップね、これ全部ね。はい、こちら夏祭りテーマ、これは2016年の再利用株ですね。このね、右が肩出してね、左がこの振袖っていう、このちょっと互い違いなところがいいですよね。はい、その3、これは右用ミニのエンディングですね。はい、2500円。はい、そして、これはね、あ、ペア、これペア売りなので、ミッキー、ミニー、これバラ売りなしなんだ。あ、ペア、うん、ペア売りは初めてかもね。ミッキー、ミニー、ペア売りってあんまないですよね。なるほど。これミッキーだけ欲しいと言ったら、これまあ、ね、分け合うしかないですよね。はい、まあ、ペアだよね。バレンタインだからペアだよね。はい、バレンタインナイトの縫い場、ペア売りですね。で、これはもう後期版ですね。デザイン後期版ね。はい、トロスプの縫い場、はい、トロスプ、これ2016年版ですね。はい、なので前期版ですね。こっちのがやっぱり右っぽいよね。このドットがやっぱりね、右な感じがするな。後期版はなんかね、魚の骨みたいな、なんかあばら骨みたいな柄で、ごめんなさいね、なんか葉っぱをモチーフにしてて、あんまフルーティーな感じがあんまりしなかったよね、今思えばね。うん、なのでこっちのがトロスプっぽいよね、やっぱりね。はい、こちらテルズウェイティングの縫い場、これはレギュラーショーの方ですね。はい、こうなってくるとこのね、このアラカルトの時のチョコレート色の衣装がめっちゃ貴重ですよね。はい、こちら縫い場2500円です。はい、そしてですね、これカーテン、クッション、ショッピングバッグ、ポストカードセット、アーモンドチョコレートバーと出るんですよね。カーテン1万円、これは売り切れるな。この全身ミニーってのこれすごいし、カーテンとか珍しいので、これは売り切れそうだな。これ絶対欲しいな。いや、この全身ミニーのカーテンなんてすごくない？これだって、これカーテン200センチあるから、ほぼこれ実物大とか等身大に近いよね。いや、これは売れる。絶対欲しい。1万円か。買うしかない。これなんとか買いたい。欲しい。
クッションね、40cm×44cm、2800円。ちょっとこれは女の子してみてんな。ちょっとこれは俺は恥ずかしいな。まあ家で必須で使う分にはいいかな。いやー、この柄なのに東京ディズニーリゾートって入ってるとこがちょっとまたなんかショックというか、なんていうか、このドットのミニで東京ディズニーリゾートって書いてあるとこがなんとも言えないですね。裏はもうランドもシーもないですね。もう合体してますね。はい、クッション2800円ね。はい、ショッピングバッグ920円。このベリミニの時のショッピングバッグも良かったけど、まあこれもね、自社のミニドーンと入って、これも可愛いですよね。めっちゃ女の子柄だな、これもな。はい、920円ね。はい、ポストカードセットですね。1500円。専用ケース付きかな。そうですね。で、ケースに入れるとこうやって立てれるんだね。なるほどね。これなんだろう、これ。裏か、あ、台紙っぽくなってんのか。ポストカード立て。ケースか、ケースの裏がこうなってるってことね。なるほどね。はい、さっきも言ったけど、この撮影場所が本当ににくいですね。1500円ね。はい、アーモンドチョコバー。このショッピング袋を、このね、レプリカのチョコバーもおなじみですよね。はい、1600円ね。これを持って、あ、これ裏ね。はい、1600円です。はい、次、ポートレート風のミニーマウスグッズの紹介します。あ、こういうことね。さっきと何が違うんだ。さっきのはがきとこれ何が違うんだろう、これ。はい。まず、クリアホルダーセット。はい、もう何度も紹介してる、ね、さっき半期になってたやつ、このね、写真のやつ、これクリアホルダーでも出ますね。A46 枚セットね。うわ、総柄すごいな。さっきも言ったけど、写真もうちょっとないの、これ。絶対さ、1枚ってことはなくて、いっぱい撮ってるはずだから、え、これ承認降りなかったのかな。もっとさ、各衣装ねえ、ジャブジャブもっと使ってほしいですよね、これ。なんでこんな少ないの、これ写真。はい、これクリアホルダー1800円ね。はい、缶バッジセットね、2000円。ポトレ風のミニーが6個の缶バッジにと。はいはい、はじめ新鮮だったけど、こんだけ続くとさすがにもう飽きた。ちょっともうちょっとないの、これ。はい、缶バッジ2000円ね。シュシュ、ポトレ風ミニとデザインがおしゃれなシュシュ。ポトレ風言うても、シュシュこれもうゴムでギューってやっちゃうから、もう柄見えないやん、これ。はい、1800円ね。はい、トートバッグ4200円。取っ手がリボンになってて素敵。ポトレ風ミニがデザインされたチャーム付き。あ、このチャームね、黒と白でこれ結構ついてるね。これ表ね、なんか、うわー、なんか総柄、やけくそ気味。あ、これ、チャームか。チャームがですね、3個ついてて、表裏、6絵柄ね。はい、こちら4200円ですね。はい、巾着セット、3つね、2200円。またこれ、3で割れない。これ、表裏、あ、なるほどね。まあ、結局、6個のミニ全部楽しめるってことか。はい、これ3つで2200円ですね。はい、そしてピンバッジ、これはですね、セットじゃなくて1個1100円ね。で、これがね、どのピンバッジが入ってるか開けてみてのお楽しみと、ブラインド方式ですね。もう完全これもうオタクの缶バッジや。はい、これ皆さんこれトレーディングするんですかね、わかんないけど。はい、はい、全6種類で1100円ですね。箱売りないっぽいね。はい、1個1100円です。あ、グッズこんだけだ。はい、グッズ以上になります。はい、あとはミニーと桜がデザインされたグッズ、この追加発売のやつだよね。これいきます。おー、いったいった。あ、なるほどね。はい、2月3日に追加発売のグッズですね。12グッズあります。ちょっとこれ尺の関係でアウトラインだけ紹介しますね。クリアホルダー、トミカ、ヌイバ、タンブラ、カトラリー、プレートセット、グラス、マスク、マスクケース、ウォッシュタオル、シュシュポーチ、スマホアクセ。このスマホアクセ気になるな。あ、これはスマホの背面にバチってこれ貼るタイプじゃないかな。見てみようか。おお、落下防止に役立つ乾きで便利な優れもの。どうやって使うの、指を通すのかな。でもこの桜の形のとこ指通したら、なんかこれ指痛そうだよな、これ。
なるほど。多分スマホの背面にペタッと貼るんだろうね。なるほど。はい、ちょっとこれ尺の関係で割愛します。あとは各自でちょっと皆さん見てみてください。すいません。はい、グッズの紹介状になります。はい、じゃあメニューいきますよ。メニューも多いんだよこれ。はい、カテゴリーとしては4つありますね。まず左上がランドのスペシャルメニューで、右上がランドのスーベニア付きのメニューと、で左下がシーズンのテイストレクション、要は C のスペシャルメニュー、まあ、実質ね。で右下が C のスーベニア付きメニューと。はい、じゃあちょっとこれもね、ちょっと結構ボリュームあるんで、アウトラインでざっくり紹介しますね。じゃあまずはランドのスペシャルメニューからいきます。はい、ランドのミニのスペシャルメニューは3種類出ますね。3レストランですね。まずはセンタールとコーヒーハウスね。はい、こちらはねスペシャルデザートとドリンクのセットですね。1980円。このイチゴをモチーフにしてる感じですよね。はい、こちらセットで1980円ね。はい、そしてこちらスペシャルパンケーキセット、これねポリネシアンテラスレストランですよね。ポリネシアンですね、このパンケーキ専門店みたいな感じになって、でこれもう12月26、クリスマス明けた翌日からこれも販売開始ですね。はい、1980円ね。これはねポリネシアンテラスレストランですね。はい、そうですね。はい、3月の30日までです。はい、そしてこちらはですねリフレッシュメントコーナーですね。なんとフルーツサンドが出ます。はい、セットで1200円ね。セットで1200円ならまあ OK かな。めっちゃ甘そうだなこれ。食事になるのかな、なんかデザートっぽいよねこれ。はい、1200円ね。はい、ランドはこの3つです。はい、ランドのスーベニア付きのメニューね。はい、さっき紹介したフルーツサンド、これはねスーベニアランチケースがついてきますね。あとその他ランチケース扱いがあるのはスイートハートカフェ、リフレッシュコーナー、ウッドチャック、キプテンフックスギャレー、トモテラと。はい、これねランチケース扱いありますね。ランチケース見てみようか。ドットがかわいい。なるほどね、このショッピングバッグっぽいねデザインがね。はい、そしてスーベニアタンブラーですね。はい、これもですね1,2,3,4,5、はい、6、7レストランでこちらついてきます。はい、そしてスーベニアカップ、これマグだね、マグもありますね。一応見てみようか。まずタンブラーはこれは、はい、ステンレスですね。ステタン、ステンレスタンブラー。はい、こちらはプラス1500円ね。マグですね。マグはもうマグ付きのこのデザートが、はい、850円で販売してますね。これすごいよ。ミニのリボン型チョコがキュートな、ベリー尽くしのスイーツ。もうベリー飽きたって言ってる俺に、このミニのデザートがベリー尽くしっていうね、絶対この挑戦状だよね。うーわ、だってストロベリーゼリーとラズベリームースにストロベリーソースが書かれたベリーベリーばっかりだ。うーわー、まあね、うわー、まあこれも食べるか。はい、そしてスーベニアプレートですね。これも1,2,3,4、これも5レストランで販売します。はい、ハートの形ですね。はい、以上がランドです。そして C なんですけど、これですね、 C のミニのスペシャルメニューはこのねシーズナルテイストセレクションズのページにこれ連動っていうかジャンプしちゃうんですよね。はい、こちら各国伝統料理と、これが今回のミニのイベントのこれスペシャルメニューですね。この時期に開催されるスペシャルイベント、トータリーミニマウスも同時にお楽しみいただけるようミニをイメージしたデザートも用意と。はい、なのでまあフードが伝統料理になってて、でまあデザートが、うん、このミニにさらにモチーフになってるってことですよね。ディズニーシースーベニア付きメニューね。はい、 C のスーベニア、 C のスーベニアはねランドと共通なんだけど、ちょっと違うのがですね、まずニューヨークデリ、はい、デリもランチケースがついてくるんですけども、はい、こちらもですねスペシャルセットってことで、このトータリーミニにちなんだメニュー出ますね。ニューヨークデリ、デリこれ何この赤白、ミニをこれ表してんの、このドットで。はい、ミニのスペシャルサンド、チーズクリーム、生ハムダイス、
アップルプレザーブベリークリーム。なんだこれ。甘く煮たアップルがサンドされた塩味と甘さが絶妙なバランスですと。いやこのね、塩味と甘さが絶妙なバランスっていうこのネームはね、なんか地雷の雰囲気がプンプンするんだよな。これ大丈夫かな。辛いと甘いが両方味わえるってことはね、結構これ地雷だと思いますよこれ。はい、とりあえずこれセットで、はい、2360円ね。はい、 C でもこのランチケース買えますね。はい、あとこのステンレスタンブラー、なんとこれコーヒータピオカでこのステンレスタンブラーがねついてくるんだ。これいいね。でそれ以外でも他のレストランでもプラス1500円でこのステンレスタンブラーがもちろん買えますね。はい、そしてこのベリー尽くしのこのデザート C でも買えます。はい、そしてこのスービアンプレートのこのミックスベリーケーキね。はい、こちらも、はい、ほとんどのレストランでこちら購入することができます。はい、こちらプレート付きで850円ですね。買えないのはケープコットぐらいかな。ケープコットやっぱダッフィーの聖地なんで、やっぱそこはもうダッフィーに任しとけって感じですよね。なのでケープコットや今回ミニーのグッズは一切どうやら買えないっぽいですね。あとはドックサイドダイナーでもやっぱ買えないっぽいですね。ケープコットとドックサイドはもう本当にダッフィーにもう侵食されてますね。侵食っていうかもうダッフィーにこれもう攻められてますね。なんでご注意ください。はい、スペシャルメニューはこんな感じですね。はい、あとバケパですね。バケパはカミングスーンですね。やっぱねミニーに会えるっていうね、記念撮影っていうのはこれ気になりますよね。どの衣装のミニーに会えるのかは今んとこまだ発表ないですね。ホテル、いやホテルこれすごいんですよ。ホテルもこれ一刻やってるとこれ大変なので、ちょっとこれ駆け足でやっちゃいますね。はい、まずシェフミですね。シェフミはこれですね、こういうドリンク出ますね。はい、なんとコースターついてきます。ミニ用ミニーのコースターがついてくるよ。ちょっと待ってよもう。あー、じゃあこれもミニをイメージしてんだろうな、これ多分そうだよな。くそー。はい、しかもこれ途中でメニュー変わりますね。はい、エンパイアグルーンランチですね。こちらもデザートがミニになってますね。これはおー、バレナイだ。バレナイのミキミニ、ほら写真あるじゃん。ちょっともう、これはエンパイアグリルのランチですね。はい、こちらのコースターもらえます。はい、エンパイアグリルのディナーですね。お、これはもうテーブルズウェイティングだろ。これはもう分かってるよ、ほら。はい、こちらがもらえます。ちょっとこれ面白いね、新顔のこの衣装ってちょっとなんか違和感あるなこれ。はい、エンパイアグリルのディナーだとこちらのコースターがついてきます。はい、エンパイアグリルのドリンクですね。これはおー、裁量株だ。はい、この新顔で裁量株ね。はい、まあそれはもういいか、その話だな。はい、裁量株イメージのドリンクですね。はい、ハピーのラウンジね。ハイピー、お、これはまさかトロスプ、そうだ、トロスプのコースター。おー、ジャンプしてる、足まで映ってるよこれ。ちょっと、え、これさ、この正方形のハートのデザインにミニー収めるには、そうなんだよ、ジャンプするとか座らせるしかないんだよね。スカートすごいふわふわしてて、これ相当飛んでるねこれ。これもきっと何度も何度も撮ったんだろうな。ホテルの書き下ろしやねえや、撮り下ろしが充実してる。ランドとシーのグッズは写真1枚なのにホテル頑張ってるね。おー、だってこれもさ、ミニの頭っぽいもんね、このタルト。これはいいね、予約頑張ろう。1月4日からね。これはね、ハイビオンラウンジですからね。はい、こちらハイビオンドリンク。これはコースターないですね。はい、じゃあランドホテル行きまーす。カンナのランチ6500円。これはあ、カンナはやっぱコースターとかついてこないですね。うん、これは何のミニイメージしてんだか、ちょっとこれじゃわかんないな。ちょっとこれはわかんない。すいません。はい、このディナーですね。ディナーもこれかわいいね。デザートめっちゃミニや。はい、カンナーですね、お皿ミニーですけども、特にコースターがついてくるってことはないですね。はい、カンナーディナー1万3000円ね。はい、ドリーマーズラウンジ、ドリーマーズラウンジいつも豪華なんだよね。まずアフタヌーンティーセット、これはコースターついてこないんですけども、フードのところにですね、これ裁量株ですね、裁量株のこの
なんか写真が載ってますね。これなんだろう、でも可愛いね、全体的にピンクでね、めっちゃミニモチーフにしてるの、これキュンキュン、これ伝わってきますね。これは可愛いね。はい、これがアフタヌーンティーセットね。はい、そしてミニのパスタセット5000円、これも最良株ですね。最良株のミニがお皿に描いてありますね。あと最良株のこのスカートイメージしてるのこのお花、はい、これもデザートのところに載ってますね。めっちゃ可愛いなこれもな。はい、5000円ね。もうドリーマーズラウンジは絶対予約取れない、もう半分これも諦めてますもうこれ。はい、そしてドリーマーズラウンジのドリンクですね、1400円ね。頭がかんざしになってる、これも多分最良株イメージでしょうね、これもね。はい、ホテルのメニュー紹介以上になります。はい、リゾラのこの、はい、フリーキップですね。はい、こちら発売します。おお、以上だ。あー、全部紹介したぞ。はい、トータリーミニ紹介以上になります。これここまで見てくれてる人いるかな、これコメント残してください。これここまで見てくれてる人いたらもう本当にありがとうございます。はい、これですね、ちょっと思ったことは、ミニ尽くしですごく嬉しいし楽しみなんだけど、ちょっと半分これ僕ね、複雑なとこありますね。まずですね、これバーッと見ていくと、今回のグッズですね、これ写真実写しかないんですよね。でイラストがないっていうのと、あと新規の衣装ないんですよね。この2年前のベリベリミニはですね、イラストあったし、あと新規の衣装ありましたよね、あの赤白黒の。なので今回ですね、これかなり特感で準備したんじゃないのかなって、なんとなくそういうのがこれ伝わってくるわけですよ。でもそれって仕方なくって、結局ね、今この感染症対策とかでまたですね、第6波とかですね、緊急事態宣言とかなって、またこれパークの人数絞ってとかなんかあり得るでしょ。で去年のベイマックスとか中途半端だったし、で今年のハロウィンだってなんか中途半端でしたよね。なんかホテルの方ではすごいフードがあるのに、パークの方ではグッズがそんなになかったり、でハロウィンのパレードもなんかグリーティングパレードもちょっとだけだったし、なのでこの今すごいね、感染症が流行ってて、この先どうなるかわからないっていう中で、こういう大規模なイベントをやるっていうのは結構リスクもあってギャンブルなわけですよ。なのでよくやってくれたなと思いましたね。で逆算していくとですね、こういうイベントとかを作るのにっておそらく1年ぐらいかかると思うので、普通に作ったらだよ、普通に作ったら、ね、今回はイラストもないで、グッズも写真だけ、新規の衣装とかもないっていうのを見ていくと、まあおそらくかなり特感で作ったんだろうなってなんか、まあ、正直分かっちゃうんですよね。なんですけどもよくやってくれたなと思いました。一応ね、今回2年ぶりのスペシャルイベントって銘打っているわけですからね、クリスマスのプログラムとかなんかそんな腰引けた感じではなくってね、ちゃんとスペシャルイベントっていう風にやってくれてますからね。前グッズでありましたよね、ハロウィンの雰囲気が味わえるグッズとかあったじゃないですか。ね、あれもね、ハロウィンやるぞっておそらく大きな声とは言えなかったんだろうね。はい、今回いろいろなものが緩和になって、2年ぶりにいよいよスペシャルイベントやりますっていう風にまあ言えるようになってきたってことだよね。はい、それでですね、今回一番メインのエンターテインメントのところのですね、ランドとシーでそれぞれ3回変わって計6パターンあるわけですよね。ね、やっぱどう見てもこれやっぱオタクホイホイなわけですよ。でオタクホイホイのイベントなのにやっぱ年パスがないっていうところは本当悔しくって、でもこれ要は都度課金でパークチケット買ってきてねってことでしょ。ねえ、やっぱりこれ6バージョン6種全部やっぱり見たいじゃないですか。で年パスないのにこういうことをやるっていうことはやっぱりね、チケット買ってきてねっていうことがもうすごい、もうこれ透けて見えてしまって、そこも複雑ですよね。なんか嬉しいんだけども年パスないのにこういうことやってくるっていうのはですね、試されてるというか、ねえ、なのでいろいろと複雑ですよね。さっき言った通り時間ない中でイベント作るには過去のリメイクっていうのがやっぱり一番いいですよね。時間もない
ときにやっぱできるってやっぱこのぐらいだし、でかつやっぱオタクのみんなも嬉しいしねって考えていくとやっぱこうなるんだろうね。あとランドとシーと同じイベントにしてきたってとこがほんとびっくりですね。なのでこのドットのねミニグッズが普通にシーで売られたり、あとこのランドでおなじみだったミニオンミニのグッズとかがシーで買えたり、あとトロスプグッズがランドで買えたりするわけですよね。でランドとシーの共通化ってとこがまたより加速というか、またここで2年前のベリミニでもねうわっと思ったけど、今回さらにこれがねそんな感じですよね。うん、まあこれも複雑ですね。なんかね差別化できず一本化してきたってとこでね、なんか行ったり来たりしなくてもいいってとこも便利でもあり楽でもありちょっと寂しくもあり、なんとも言えない感じですね。はい、まあなんですけども2年ぶりの本格イベントっていうのはですね、もうミニ尽くしっていうとこで、まあ冒頭言いましたけど2年前のねベリベリミニが中途半端に終わってしまったので、で今回またね改めてこうやってまたミニでこういうイベントやってくるってとこがまあ嬉しいなって気持ちもやっぱちょっとありますね。はい、とかとか思いました。もう嬉しい悲鳴ですよね。もうこの動画ももうこんだけ長くなるやっぱ分かってました。はい、めっちゃ長いですよね。はい見てくれてありがとうね。なんかよかったら皆さんコメントなんか残してください。はい、それではまたね次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。